頑張ってまままいいいいりたたとと思思すす、ま、ず私長妻明さんにお礼を申し上げたいと思います今回の代表選挙を共にする中で、長妻さんの日本はもっと良くなる、格差を是正して人間の能力を発揮,や発揮しやすい社会をつくるんだ、その発言には説得力がありました。格差の是正と人への投資は私の主張でもあります。 しかし長妻さんは、今までさまざまな現場を踏んできました、それだけに言葉に力がありました、勉強させていただきました、そういう経験をさせていただいたことを、まず心からお礼申し上げたいと思います。先ほども申しし上げました